レントゲン撮影されたシートフィルムで診断する意思シートフィルムとは1枚分ごとにカットしてある写真フィルムのことである。カットフィルムとも主にオーバンカメラで用いられる。ロールフィルムに対する利点としては1枚撮影するごとにすぐに現像できる皿等の簡易な容器だけでも現像村を起こさず現像できる増減感のためのテスト現像が1カットで済む。 まかないためベースが固くでき、平面性に優れる等がある。またロールフィルムと比べ撮像面積が大きいので、画質に優れる。シートフィルムの欠点として、フィルムホルダーへの装填に熟練が必要で、失敗の可能性もある、撮影1コマあたりのコストが高い、即射性に劣る等があったが、フィルム装填時の表裏の間違いや、肩掛けの失敗は、45の場合は、 パケットフィルムを使えば解消できるようになった。事前に暗室でフィルムホルダーに入れてフィルムホルダーをカメラに装填するカットフィルムが主流であるが一時期は45インバンに限って1枚ずつパケットに装填済みで民室で扱うことができるパケットフィルムが流通していた。一般撮影でシートフィルムといえば手軽な45インバンを筆頭に5、×7 インバン。 80インバンの3種が有名である。しかし利便性に勝るデジタルカメラの画質が実用的なレベルにまで向上し、フィルム需要が減少したため、シートフィルムの銘柄も大幅に減少した。パケットフィルムは先に商品化したコダックが製造販売を終了し、富士フィルムのクイックロードシリーズも生産終了となった。メーカーによっては生産中止した後7インバンやそれ。 以外のサイズのシートフィルムの切り分け販売に特注で応じてくれる場合がある。ありがとうございます。